はい、グッドモーニングエブリバディ、みんなのビリヤードチャンネル管理人の小川です。いつもご視聴ありがとうございます。今日の動画なんですけども、まあ、9月ぐらいですね、9月ぐらいに、2回ぐらいちょっと YouTube 内のコメント欄についての提案っていう動画を上げさせていただきました。で、見てる方もいらっしゃると思うんですけども、もう一回見ようと思えばあとは見れるんで、内容的には YouTube 内にコメント欄というものがありまして、でそのコメント欄がちょっとですね、プレイヤーとか、そのプレイヤーの身内の方とかが見たらすごい不愉快な思いをするような内容のコメントがあると。でそういったものをちょっとどうにかした方がいいんじゃないかなっていうコメントが多かったので、そのコメント欄についてどうしたらいいかっていう皆さんの意見を聞きたいっていう動画を上げたで、その時も話したんですけども、いろいろコメントいただきまして、大体大きく分けて4つかな、4つぐらいの意見がありました。でその意見の内容なんですけども、1つはYouTube 内のコメント機能を停止するっていう意見がありました。で、ちょっと考えたんですけども、YouTube 内のコメントを停止しちゃうと、こう励まそうとか応援しようとか称賛しようとか、そのプラスに働くようなコメントも見れなくなってしまうし、あとこうビリヤードの内容でこういろいろこうね、こういう球が良かった、この球はちょっと失敗しちゃったねとか、そういうコメントもできなくなっちゃう。ちょっとそれ寂しい、やっぱコメント欄のない YouTube は寂しいっていうとこから、一応コメント欄はそのまま使おうかな、そのまま残そうかなと思ってます。でもう一つが、そのまま放置する、今まで通りにするっていう意見もありました。ただやっぱりね、この動画って、このチャンネルってみんなにハウストラメントに出てくださいっていう趣旨が結構強いんですよ。ハウストラメント盛り上げたいな、やっぱハウストラメント人いっぱい来た方がいいです。でも YouTube になんかね、出た時にすごい嫌なコメントがされると出たくないと、そういう風になっちゃうとちょっと逆に盛り上がりはちょっと欠けちゃうかな。やっぱりだからそういうコメントはどうにかした方がいいのかなっていう点で、ちょっとそのまま放置はちょっとないかな。でもう一つが、やっぱり批判とか誹謗中傷する方って結構同じ人が多いので、そういった方の Google アカウントのアカウントごとをブロックするようにした方がいいんじゃないか。アカウントを停止するとその方がコメントをできなくなっちゃう。そういう風にした方がいいんじゃないかなっていう意見もありました。ただそれもね、結局別のアカウントを作ってまたコメントをすること可能じゃないですか。 Google アカウントで、ね、1人で何個も作れちゃうアカウントなんで、それもあまり意味ないんじゃないかなっていう気もしないでもないです。で結局出した結論は、一応、僕の方で、そのコメントを拝見させてもらって、ちょっとよろしくないなと思うコメントを、人力になっちゃうんですけども、意図的にこう僕の方で判断して削除するっていう結論を出しました。なのでちょっとね、その境界線とか、あと見落としとか、そういったものがあったらどうするんだって話なんですけども、ちょっと見落としまではね、ちょっと100% はいかないかもしれないですけども、もしあった場合指摘してもらえれば削除するようにします。なるべく見落としはないように、もちろん毎日チェックするようにはします。それとちょっとその境界線はどこなんだろうっていう、誹謗中傷と叱咤激励の境界線、これは僕の主観で見た感じこれは良くないなと思うコメントっていうふうに判断しようと思います。コメントされた方がどう思うかっていうところをちょっと一番
まあ、重視したいかなと思います。それとあの確実に削除するものはが2つあります。1つはビリヤードで、まあ、あのハウストラムってハンデがあるじゃないですか。 A クラス、 B クラス、 C クラスで、そのクラスに対して批判してしまう、コメントですね。例えば A クラスの方が、ね、決勝戦残って試合したんだけど、まあ、ちょっと内容良くないゲームになってしまったと。もしくはそのお互いね、2人ともちょっと良くない内容の試合をしてしまった場合とかに、例えば A クラス同士の試合人が試合してるのに、いやこんなの B 級でしょと、 BC 戦かと思ったとか、まあ、そういうコメントは確実に削除します。やっぱりね、プレイヤーが一番傷つくポイントはそこだと思うんですよ。クラスに対する批判、それとお店の批判、ルールとか、ね、フォーマットとか、あと、まあ、ハンデとか、そういったものに対する批判は必ず削除します。で、まあ、そういう感じでコメント欄の扱いを、まあ、その感じにしようと思うんですけども、まあ、ここでちょっとね、一つだけ皆さんにお話ししておきたいのが、僕が編集してる動画ってボールが動いてないシーンを全部カットしてるじゃないですか。カット編集してるんですけども、つまりボールが動いてないシーンは皆さんは見れないわけですよね。で、何が起きるかっていうと、すごく雑に見えちゃうんですよ。なんかパッパパッパついて、パッパパッパミスをしてるように見えるんですけども、まあ、実際にはそんなことなくて、結構ちゃんとこう、ちゃんとっていう形してるんですけども、ね、難しいとこ、局面は難しい局面なりに時間を使ってはいるんですよ。で、さっとついてるように見えるんだけど、実際にはもうすごいよく考えて、いろんなとこ角度から確認してっていうところが省かれちゃってるんで、ちょっと雑に見えちゃうんですよね。雑についてミスをすると、すごくこう見てる方がこの人ね、良くないんじゃないかなっていう、なんかその錯覚はするんですけども、実際にはそんなことないです。やっぱり難しいところは難しいところに考えてます、皆さん。で、ちょっと動画の中でそれをね、ご理解いただくのはすごい難しいんですけども、一応今回は僕、まあ、今回というか僕のチャンネルの趣旨としては、一本でも多くの動画を見てほしいんです。やっぱりね、皆さん、まあ、時間があるときに YouTube 見てると思うんですけども、やっぱり見れる時間って限られてるんです。なので、ちょっとなるべく1試合をコンパクトに見れるようなにという趣旨でカット編集します。大体3分の1ぐらいの時間に縮まるんですよ。そうすると、ね、1試合分の時間で3本見れる。ちょっといっぱい見れるじゃないですか。いっぱい見てほしいから、カット編集してるんですよ。あと早送りしなくて済むとかね。ということで、カット編集してるのでちょっと雑に見えちゃうところあるんですけども、まあ、カット編集もちょっと良くないとこかもしれないですけども、とりあえずはうちの、まあ、僕のチャンネルはそういう趣旨で動画の方を作ってます。決して雑についてるわけじゃないっていうのをご理解いただいて、ご視聴いただきたいと思います。ってことでね、まあ、今後、ちょっとまあ一応コメント欄で削除することがあると思うので、コメントする方はちょっとくれぐれも気をつけてください。ってことで、今後もハウストラメント盛り上げていきたいと思うので、皆さんの協力お待ちしてます。コメント欄もね、盛り上がるようになるといいと思います。プラスの方でね、みんなが気分良くなるようなチャンネルにしたいと思うので、今後もよろしくお願いします。またね、みんなハウストラメント出てね。